フラフープ、フラフープ、フラフープは直径1メートルほどのプラスチック製などの素材の輪で輪の中に入った人が腰などを振って回転させるための輪。フラダンスのように腰を動かしてフープを回すのでフラフープと命名された。腰以外にも首、腕、足などを使い体の各部位で回して楽しむ。商標名、登録商標であるためにフラフープという言葉は主に 現代アメリカでは使用されず、フープと呼称するのが通常である。それに伴い、フープを回すことを、フーピングと言い,い、フラフープで技を行う人をフーパーと呼ぶ。遊具としての使用が主流だが、近年、パフォーマンスや競技、ダイエット用品として使用されている。フラフープの起源は不明である。しかし、約3000年前の古代エジプトでは、 ブドウのツタで作られた輪を棒で地面の上を転がしていたこと、古代ギリシャでは体重を落とすために、フープ状のものの使用推奨されていたことが判明している。歴史を通して、世界中の子供たちがいろいろな輪を使い、回したり転がしたり、輪回し、投げたりして、遊んだりしていた。十四世紀に入って、イギリスでは、フーピングが流行した。十八世紀前半に、 ハワイを訪れた船乗りが、フラダンスとフーピングの間に類似点があることに気づき、フラという言葉を、フープに付け加え、フラフープという言葉を作った。1957年に、フラフープは、玩ング会社ワム王の創設者である、リチャード・ネアとアーサー・メリンの二人によって、再開発された。この二人は1948年に、ロサンゼルスのガレージから出発し、パチンコを、 ワム王としして市場に出したフラフープのアイデア自体は、オーストラリアを旅行した、あるカリフォルニアの人物がネアとメリンに、オーストラリアでは、体育の授業で竹でできたフープを子供たちが腰で回していたことを話したことがきっかけであった。ネアとメリンは、数千年以上も親しまれ続けてきたフープに対する特許を取ることは、再開発されて、素材も変わっていたとしても、 独創性の特許の要件を満たしていないということで許可されなかった。しかし、フラフープという登録商標により彼らの開発商品は守られ、商品名はほとんどの子供たちが他社のプラスティック製フープに全く興味を示さないほど流行した。1958年にフラフープが発売された後、ワム王社は2年間に1億本を売り上げた。 フラフープの流行後、バム王社はフリスビーの発売で再び幸運を見出している。1958年にアメリカで大流行したことを受けて、同年10月18日に東京都の各デパートで一斉に販売が開始された。積水化学のポリエチレン缶をアメリカの会社が加工して輸入したもので、価格は大人向けが270円で、子供向けが200円。 日産2万本のフラフープは1ヶ月で80万本が売れた。販売される店には行列ができ、日本中で爆発的に売れて一大ブームを起こした。人気のために品薄になり、マルサンなど他社も参入し、小売店が独自にポリエチレンのホースをつなげたものを150円で売ることもあった。フラフープは美容と健康に良いと宣伝されたこともあり、 子供ばかりでなく大人もこの遊びに参加して、競技大会も開催された。このフラフープ人気に、日活は、フラフープを題材とした映画、月は地球を回ってるを1959年1月22日に公開し、日本コロンビアもレコード、フラフープソングを発売した。しかし、11月18日にフラフープ仕様によると、される、 一線校で渋滞になる事件が起き、横浜市と神戸市でも同日に、路上のフラフープで遊んでいた子供が、交通事故にあって、警察庁もこれを問題し、さらに21日には、千葉県で、少年3人が、超年点など、内臓障害になったことから、千葉県東金市立東金小学校が、小学校が11月22日に、児童にフラフープ禁止令を出した。宮城県でも、 教育委員会が警告を出し、厚生省もフラフープと健康障害への影響を検討することになり、ブームは急速に沈静化。40日足らずで1958年の日本のフラフープブームは終焉した。日本中が巻き込まれるブームは1960年のダッコちゃんブームにつながっていった。長年点の事例は大半が千葉県内の特定の病院に集中していた。 後日、これらの症状とフラフープの因果関係は科学的に否定されている。2010年11月にはこのことと関連づけて、東金市が市の中央公園にフラフープの記念碑を建てた。1971年にブーム再来を狙い、ハイゼックスを使用し鈴がついたフラフープが発売された。2000年頃からアメリカのザ・ストリング・ジーズ・インシデントという、 ブルーグラス系のロックバンドのステージでフープを回すダンサーが出現し、バンドメンバーがフープをコンサート会場でファンたちにって人気を博した。そのファンたちの行為を受け継いだ現在の人たちがフープダンスというニューエイジなジャンルの流れを起こし、近年それが一つのうねりとなって、ポップカルチャーからダイエット、ヘルス、さらにメディテーションまでに大きく影響を及ぼしている。 ネバダ州のブラックロックシティ砂漠で、毎年恒例のバーニングマンの砂漠での催しによって、フーピングや、フープダンスはさらに先端のカルチャーとして拡大している。この21世紀のニューエイジのフーパーたちは、過去にあった遊具の子供用フラフープではなく、ポリエチレンチューブでさらに大きくて重たいフープを作った。このフープは通常ビニールテープ等で巻かれており、 パフォーマーが激しいパフォーマンスをしても耐えうるように作られている。そして大きいサイズのフープで楽に回すことができるようにした。巻き付けるテープはカラフルなカラーリングで、蓄光や LED ライト付き、またはホログラムテープなどを使用して、さらに個性的にっている。ここ数年、たくさんのフーパーたちがガソリンを浸し、炎を灯した繊維でできた芯を、 フープの外側に取り付けたファイヤーフープを使い始めている。近年、かなりのミュージックビデオにフープダンスと共にファイヤーフープのパフォーマンスが多く収録されている。1960年代になると世界中のサーカスにフラフープが現れ始めた。ロシアや中国のパフォーマーはフラフープで極限の演技を見せるようになる。そのパフォーマンスは現代サーカスのパフォーマー。 オーストラリアンサーカスコメディエンヌや30本のフラフープを使って見せた品種の白鳥を演技したフラフープの歴史家ジュディス・ラニガンなどが影響を受けた。近年ではシルク・ド・ソレイユのアレグリアなどにフラフープのパフォーマーが数人出演している。ミューテーターのパフォーマンスにもフープパフォーマンスが登場する。フラフープの世界記録としては 当時8歳のメリー・ジェーン・フリーズが1976年8月19日に行われたフーピング時給力コンテストにおいて10時間47分で勝利した記録が残っている。1987年4月2日から6日まで90時間を回し続けたアメリカのロサンローズが保持している。最も同時にたくさんフープを回した記録として2005年6月4日。 オーストラリアの華麗なオーツが100本のフープを同時に回した。最大のフープを完璧に回したのは2005年の9月、アメリカのアシリタ・フォアマンが15.3メートルの円周のフープ直径4.87メートルを回した。2000年10月28日には台湾のチャンチェンスタジアムで2290人が最低2分間フラフープを同時に回した記録がある。 腰でフラフープを回しながら走る競技の記録は以下の通り2000年にローマンシェドゥラーはオーストラリアのブレゲンツ第5回サクソニアレコード大会で53ポンドのトラクターのタイヤを71秒間回したフラフープの世界記録は辻君加ゴ愛も所持していた頃がありギネスブック2005年版に掲載された2011年2月11日放送の 情報ライブミヤネ屋では直径12.8メートル、円周約40.2メートルのフラフープを30秒間回したと紹介してその大きさを体感する試みをしていたが、円周12.8メートルの誤りである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。